のね、感じも素敵ですよね。で、これは調合も結構いろいろ出てます。これはもう5つフラットですからね。それとリズムもいろいろです。たくさんの、リズムが、前先生とリサ先生とローリ先生が、書かれた曲でして、まあ、今時の生徒さん、ノリがいい曲とかが多いです。ですので、楽しんでいただけたらと思います、ね。ダンスとかね、習ってる生徒さんって、弾いてる、もう姿がなんかこういう感じで弾いてるんですよね。だからもうやっぱり、あ、なんかすごいんだなと思って、なんか真似して弾いてもなんかドッタードッタードッターの私とは違うんだなとか思いながら、まあ、生徒さんたちは楽しめる本になっています。